はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。まさみ様、夏美様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ロシア軍によるキーフ州ブチャ市、ブハっていう表記のところもありましたでの民間人殺害にブチャ虐殺って名前がついておりました。さらにキーフ州クリチコ市市長、激戦区だった軍港マリウポリで民間人約5000人が死亡したと発言、しておりました。まあこちらがあのソースの記事なんですけれども、ネットの反応です。終わりの始まり、もう核兵器と大して変わらん被害、これから餓死や凍死やらでもっと増えそう、むしろ5000人で住んでたらすごい、これ CG に見えるが現実、これからは餓死者も増えてきそう、ロシアはネオナチそのもの、ひどすぎる。私の感想なんですけど、国家あっての生命、国家あっての財産資産、国家あっての自由、国家あっての経済であることは明白ですね。国家がないとこれこのように殺されちゃったり、自由を奪われたったり、財産資産つったって、マンションにも構わず大砲撃ち込んでくんだから、んなものはね、無視尊重してくれる、他人の財産なんか尊重してくれない、国家は強くないと、ウイグルチベットにウクライナが実例として追加されたな、国家あっての命ですよ。だから人権とかを国家よりも優先させるのは間違ってますよ。国家あっての人権ですよ。言えますね、左翼どもにはね。自国民虐殺を受け、ゼレンスキーウクライナ大統領、二度とロシアと協議しない、ぶち切れました。停戦協議やその他の協議なんですけれどもね、戦後処理なんかもどうすんだろうな。ネットの反応、やっても無駄だしな、あの虐殺の後で交渉は無理だ、偉いおっさんやな、全く偉いと思うで、ブチャ虐殺の後にヘコヘコ停戦協議なんかできるかよ。停戦協議したところで約束守らねえし、嘘はつくし、時間の無駄。そもそもロシアは約束を守らない、そもそもロシアに停戦する気はない、無理な停戦条件しか言ってこない相手に無駄、どっちかが死ぬまでやるって、徹底抗戦でいいだろ、答えが出るまで戦い続けろと。まあ、予想なんですけど、どっちか倒れるまでやり合うんだったら、無限の武器供与と無限補給が西側諸国から流れ込むウクライナが絶対有利なんですけどね。ロシア弱体化は帝国にとっても利益であります。率先して補給するのが、国益だぞ、検討総理、いつも検討ばっかしてんじゃねえ。心配なのは兵器を使用する人員の不定とですね、戦意喪失ですね。心が折れるってやつですか。今んとこ怒りに燃えてる模様ですけど、まあこれが1ヶ月2ヶ月3ヶ月って長引くと戦意喪失、心がだんだん折れてくる。寒さと空腹が一番ね、人の心を弱らせるらしいですね。これ震災とかで経験されたことも、経験された方もいらっしゃるとは思いますけれども、私のところは幸いですね、寒さと空腹は味合わないで済んだんですけれども、まあこの2つが一遍に来たら心が弱っちゃうよな。ドイツ外交官ら40名を国外追放、フランス外交官ら35名を国外追放、オランダ17名、スロバキア35名、アイルランド4名、ベルギー21名、チェコ1名をそれぞれ国外追放、
一夜明けてイタリア外交官ら30名を国外追放、デンマーク外交官ら15名を国外追放追加になっておりました。これで何カ国なんだろう、10カ国ぐらいがロシアの外交官を追放しましたね。こちらの記事でありますけれども、ネットの反応です。盛り上がってまいりました。開戦前夜、話し合わないよってこと、話し合い拒否ってこと、ほぼ断交レベル、在住ロシア人の身分や安全を保障しないという意思表示でもある。日本も追随しないの、日本も早く追放しろよ、このビッグウェーブに乗らないと。外交官追放したら良くも悪くも交渉することできないじゃんっていうチャチャ入れるやつがいたんですけど、もう交渉なんかしないんだ、ロシアという国はなくなるんだからというやり返されておりました。私の感想ですけど、まさに開戦前夜の様相だな。ロシアはなくなる、人口500万人のデンマークが踏み切るぐらいだし、すでにね、どう料理すかの協議は始めてんでしょうね。大体決まってんでしょうね。ロシアはこんな風に解体すっからみたいな。それらの国に住んでたロシア人は、保護と駆け込み寺が消えて、とばっちりですけれども、まあ、致し方なしだな。ロシアにできる嫌がらせは、ガス売ってやらないぞ、ぐらいなんじゃないか。外交官追放された国に対してね、そう思ってたらやっぱりそう来たようで、ガスプロム、イコールロシア政府です。これは国営企業、ロシア最大の国営企業のガス会社、ドイツへの、ガス供送給を停止する、ドイツにもう軍ねガス、っていうようなことを発表しておりました。ネットの反応です。こりゃドイツは停電祭りだな。自国の重要なエネルギーを敵国頼みのドイツが悪い。そりゃ大使早帰国させれば当然。次のステップは国交断絶。メルケルの愚策の結果、さすがに民間人虐殺してる国からエネルギーを買うのはまずい。脱原発してるとこうなる。ロシアからドイツへ開戦のお誘い、怒ったドイツがどう出るか、日本もさっさと原発動かせと。私の感想ですけど、大使追放からのガス停止は予想済み、織り込み済みなんじゃないか。出なければバカすぎなんで、それはない、無鉄砲っていう問題あります。多分米国がですね、シェールガス大増産してロシアと同じ値段で売ってあげるよ、とかね、話がついてるんではないか。まあ、適当ですけれども、手当てなしで停電多発すればですね、ドイツは変に暴走することは歴史が証明しております。暴走ドイツはおっかない。全部ロシアに向けばいいですけれども、フランスのロシア大使を追放したんで、フランスもガス停止されるでしょうね。フランスは原発いっぱいある国なんで、電力はドイツに売るほどあるんで、ドイツほどは困んないでしょうけれども、帝国もとっととね、原発全部動かして、石油とかガスが入ってこない事態に備えろと。震災で停止する前よりも原発の発電量増やしやがる、私は思います。新設とか増設、新しく土地を切り開いて原発作りますなんて言うと、政府がうるせえそうだから、定期整備ですっつってですね、こっそりと古い原発を大型の発電量の多い新型に取り替えちゃうとかね。一夜明けて官房長官記者会見、ロシア大使追放については国際社会と連携し適切に対応していくと、発言しておりました。ネットの反応です。検討する、注視するっていうレスポンスが素早くなった。脊髄反射のようにパパッと言える。注視する。その時が来たら適切に判断するとか、いろんな言葉ありますけれども、国際社会と歩調を合わせるなら追放だろう。フランス、ドイツは追放済みですってよ。国際社会と
連携するんですよね。定型文のコピペで政治してる印象。毎回全部後出しじゃんけん。まあまあ場当たり的ですね。なんか自分でこうしますから、言い事はせずにですね、その状況でくね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 、ロシアに関しては日本も当事者だぞ、天安門の時と同じようなことしないよね、天安門事件でまあ 2,3 万人の自国民を中国共産党が殺害した。これ世界中が知ってることだった。あ、衛星の画像でね。で世界中からソース感食ってた中国共産党、をですね、宮沢喜一っていう、これもね岸田総理と同じ宏池会の公家総理、空っぽ総理、事なかれ総理がですね、天皇陛下訪中っていうのを聞き入れちゃって、救っちゃったっていう事件がありましたね。米英町かな、何度も言いますけれども、ウクライナ侵略が常習日に終わってしまうと調子こいてね、北海道侵略始めかねないんですよ。こんなに近いんですよ、ロシアと日本ってね。なので帝国としてはロシアの大負けが望ましい。ロシアは鼻血も出ないぐらい弱体化してもらうのが望ましい。できれば国家崩壊してもらいたい。いくつもの小さい国に分かれてほしい。中立でとか。でもウクライナも悪いんですよ、言ってる連中はですね、この視点が抜けてますね。逃げるっつったってどこへですよね。橋本徹なんかが最近ね、まず逃げましょうみたいなことを言ってますけど、どこへだよね。北海道のご家庭にですね、一家に一機ジャベリン配布したいぐらいですよ。国際社会と連携し適切に対応していくって言ってましたけど、イコールね、様子見してちゃんとやります、ってことでしょう。非常に抽象的かつ主観的、そんなとこまで総理の真似しなくてもいいのにね、官房長官はね。山口那津男公明党代表、防衛費だけ突出妥当ではない、慎重な姿勢を示すと。安倍元総理が GDP 2% にしなくちゃダメだろ、岸田総理もですね、6兆円、今5.4 兆円ぐらいだったかな、それを6兆円を目指すと、物騒な世の中になってきたから、言ったことを受け、てですね、山口那津男は慎重と、山口によればですね、まあ福祉やそういうのに金かかるわけだし、防衛費だけ飛び抜けてんのもなんですよねみたいな、まあ否定的な意見ね。ネットの反応です。突出どころか陥没してるがな、公明党は中国の工作員ですから。国防を妨害する公明党、防衛費が不足だから適正化するって話だろうが、まあ突出させるって話ではないですよね。防衛費は最低 2% にしないと、国民の生命や財産があっての福祉だろう、これは国家あっての生命、国家あっての財産と同じこと言ってますね。日蓮大聖人は750年も前に時の政府に外敵の脅威を警告したぞ、中国の代弁者に聞いてどうすんだよ、まあ、NHK が聞いたらしいんですけどね。防衛費捻出は男女共同参画、脱炭素政策、不法滞在者扶養、外国人生活保護、留学生支援を削ればいいだろう。これ大賛成ですね、私も。こんなもんいらねえ予算。それでは創価大学ホームページをご覧ください。まあ、こちらですね、創価大学ロシアセンター、活動の様子なんつって、ミハイル・ガルージンロシア大使講演なんて、これ右上の画像でちゃっかり映ってますけど、創価大学は日本の大学で唯一ロシアセンターを開設しています。へえ、そうなんだ。創価大学でロシア語を学ぼうなんて言ってみたり、学会とロシアですね、どうやらガルージン駐日ロシア大使も来校してくれて、いろいろお話ししてくれるぐらいには年頃と、年頃ですね。
ガルージンっつったらですね、大嘘とへりくつ言いまくってこちらを失笑させてくれる愉快なおっさんやないですか、ウクライナに関してね。これじゃ公明党はですね、ロシアをぶっ潰しましょうとは言えないよな。学会とロシアの関係を帝国より優先してんでしょうね。だから防衛費増やすのに反対と、この売国どもがって感じなんですけども、ついでにですね、帝国を侵略しやすいままにしといて、大スポンサーの中国共産党の期限も取らないとね。まあ学会としては苦しい立場ですよ。与党のくせに9条を変えるの大反対なんですからね。以前つっても1年ぐらい前のことですけど、9条をいじるなら連立解消だっつって自民党を脅してましたもんね。これ中国との関係を帝国よりも優先しとるって、売国どどもの集まりが、まあ、創価学会であり公明党なのかな、いう感じであります。よかったらチャンネル